小川と三沢どうなんだ。ああ腕を振りほどいた。そして三沢を小突いた小川、丸内が止めに入ります。ああそうだ、丸内に突っかけた小川、ウェーブナイフ分裂。小川が切れた。ウェーブナイフです。三沢と小川、結束が崩れました。三沢そして小川、この2人の距離感というものがどうしても気になります。今スターネスは3人がまさに結束しました。それを見てウェーブはどう出るか。今丸藤が間に入るようにして三沢小川をコーナーに下げました。先発は丸藤と金丸で始まりました。60分日本勝負シックスメンタッグマッチです。おっと素早い動き、腕を振って金丸飛び越えた。丸藤飛んでくるっと回ったのは金丸だ。足が出た。セカンドロープからこれを見て、おっと着地した。ドロップキックは丸藤。さあ放送席の目の前に金丸、丸藤が飛びました。溜めて飛びました丸藤直道。ただ本田さん、その小川という選手がそういった形で意思表示をしてきたというのもまたちょっとこれまでにない動きですよね。そうですね、今まではどちらかというと、はい、行動で示してありましたからね。そうでしたね、試合の内容で示して、それがまたその試合巧者としての小川の強化にもつながりました。ただその三沢と組むことによりまして、さまざまな栄冠もつかみました。成長も当然したでしょう。今のそのトップ戦線を占う意味でも三沢小川というのは、まあ、本田さんの目から見ても非常に手強いチームであるわけですからね、はい、斉藤そして秋山の2人、三沢小川の2人、今小川から三沢にこれまで通りのタッチが行われました。まあ、ちょっとここまでを見ますと普通にタッチワークは行われました。そして赤コーナーはそれに応えるかのように秋山が出てきました。三沢そして秋山です。スタンディングリングの中央のヘッドロックの体勢、三沢です。あの 1.4 新日本プロレスの東京ドーム大会で永田裕二を相手に GHC の3度目の防衛に成功しました秋山です。秋山が三沢を飛ばしたショルダーバックル、やはり抑えます。本田さん、はい、この左肩の脱臼ということなんですが、はい、まあ、この防護の仕方を見ましても相当痛そうですね。そうですね、痛いのとですね、一度外してですね、はい、大体まあ3週間以内は緩んだままですから、いつまで外れてもおかしくないと言えると思います、ね、あそうですか、はい、まあ、受け身を取るだけでもやはり響いてしまう。響きますね、絶対、ただまあチャンピオンの意地で出てるというところですよね。そしてなんといってもこの大阪は秋山にとっては地元です。痛みに耐えてエルボー打った。返す刀で三沢立ち上がった。エルボーでお返し秋山、万代の拍手。まあこの一つ一つ攻撃をする、あるいは攻撃を受けるそのたびにこの左の肩のプロテクターテーピングのあたりを気にします秋山です。走るだけでも響くと思いますよ。ああそうですか、はい、あの試合中に一旦肩が外れて戻ったということなんですが、それも簡単になるものではないわけですよね。そうですね、もう外れた時点で靭帯が伸びて軟骨が緩んでるわけですから。あなるほど、はい、3週間はかかるという本田選手の今まさに実体験に基づいた言葉がありました。それも普通に生活ができるようになるので3週間ですよ。ましてリングに上がるなんていうのはとんでもないわけですよね。そうですね、しかもチャンピオンの意地で上がって、はい、チャンピオンらしい試合をしなければいけないという。そうですね、はい、リングに上がっても弱々しいところを見せるわけにはいきません。ただこの鉄柵がまた試合展開に大きく影響するでしょう。バックリバットぐるっと一回転、丸藤レッドを壊してタスク、さあ帰りたい三沢にタッチ、三沢が走るタイミングエルボー、さあ一転試合の流れをウェーブに呼び戻せるかどうか。ミドルキックを捉えた、斉藤を倒して、うわー、ここでまた蹴りが来ました。足をジタバタさせています。三沢エルボー打った、キックをかわした、エルボー打った、これは速投ヒット、斉藤いいですね、はい、このチームのあれですよね、斉藤選手の役割が大きいですよ ね。飛び込んでのエルボーを見せました。三沢のエルボーラッシュを翻弄しました。デスブランドに行くか、腕を捉えた秋山ガット、
から肩に来ました。秋山の左の肩が心配です。探した、捉えた、捉えた、レストランド三沢が後頭部を強打。さあ赤コーナーのトップに金丸が立ちます。リングの中央には三沢、飛びました金丸、ボディープです。さあスターですが小刻みに三沢の動きを翻弄しています。金丸くるっと回って投げられるか三沢、エルボー打った、もう一度再び金丸を飛ばした、投げるか、投げ打つのは金丸か、いや捉える三沢、いや今度は金丸が、うわーこの動き、ドロップキック三沢を相手に全くひるむところがありません金丸。今度はあーこれは捉えられ、あー返したのは金丸だ、うまいですね。あー三沢の表情が怒りに怯えてきた。今小川のタッチ、小川とタッチ、金丸もいいところを見せましたが三沢の怒りに火がついたか。リングの中に小川が入りました。ニュートラルコーナーで客さんに振って小川が捕まった。背中からストロシャーズを見せました。ああ今度は金丸から一声出た。15分が経過、ムーンサルトはかわした。今度は小川が上を取った。金丸後ろに回って、わーっと膝が待っていた。バックは蹴り上げた、蹴り上げました。さあ番号にしては秋山、タイミングエルボー、捉えた捉えた、三沢葛藤。さあウェーブが秋山一人をリングに残し、三沢と小川の連携だ。三沢と小川、ここからは流れるようなウェーブ、波のような攻撃が出るかどうか。秋山が顔をしかめます。下がった、今度は小川に振ります。捉えて、さあ小川が抑えて、秋山捉えた、すごいな。なんだ、斉藤を呼び寄せます。あ小川が指示をしている。小川がスターレスに指示、後ろから丸藤、捉えて、いや秋山に延髄だ。そして今度は4文字ジャックナイフで小川が丸めた、小川丸めた、スリーカット、スリーカット、三沢小川頭脳プレーを見せました。ここで課題役所は三沢と小川、ウェイブの絆は固かった。なんと秋山からスリーカウント、そしてリングの中は大混乱。収集のつかないリング上、秋山は怒りが収まらない、秋山は怒りが収まりません。なんとなんと分断すると見かけて、そして今三沢と秋山です。三沢小川のこのシリーズを通しての本田さん、はい、これは一芝居ということだったんでしょうか。そうですね、私もう本当やられたっていう感じですね。ですね、はい、この二人の絆は固かった。ウェイブ続行、秋山もそして我々関係者も完全にはめられました。三沢小川の頭脳プレーでなんと秋山を罠にはめました。呆然、そして怒りが収まらないのは秋山。ああ三沢が今リング上の秋山を軽くいなします。そして秋山を追いかける、秋山が怒りが収まらない、秋山は三沢を追いかけます。おめでとうない展開になりました。ありがとう秋山さん。秋山を懸命に止める橋、そして志賀、本田さん、このウェイブとスターネスの構想、またちょっと激しさが増しそうですね。なんとこのシリーズ一気に主役に躍り出たのは小川義成。チャンピオンはこのままじゃ気が収まらないでしょうから。でしょうね、はい、場内大小川コールになりました。改めてその頭脳、そのセンス、そしてこの三沢小川の結束力、大阪のファンの目の前でスターネスがその存在感を示した。まだ秋山は収まらない。秋山がなんと入場ゲートの奥まで三沢小川を追いかけます。大変な荒れ模様になりました。あ今度は秋山コールだ、今度は1点秋山コール。まあ、でもこれあの周りについてる連中がですね、はい、チャンピオン肩悪いんですから、はい、気が収まらないでしょうけど、もっと止めるべきですね。そうでしょうね、はい、秋山は今その傷のことを自分では忘れてるんでしょう。秋山さん、大丈夫だろ、
よさ秋山よさよさよさ秋山が今キビスを返してリング方向に戻ります。これでまた伊沢さんとの結束が確認されたということでしょうか。そうだね、試合見てわかるでしょ、社長が一番。今日の試合でまた結束が強まったと見ていいでしょうか。そうね、まあ一段とね、まあ俺別に最初から不安なかったからね、まあ、マスコミ上ね言っといた方が面白いかなって、まあ、俺は分かってたからですよね。これでまた秋山選手と遺恨が生まれそうですが、うん、まあでもね面白くなったんじゃない。左心臓。ああ、誰まだ、あんな、誰かお前、あんなことやれて、お前、いかんなんじゃないだろう。ふざけんな。これでまた、小川、三沢組と新たな一本が生まれました。あんなもん、ファンもお前、別れるつもりいたんだから、お前。くだらんチームいたって一緒だろ、お前。今度やったら、お前、俺らに負けたら、あいつら負け。もう、解散。どけよ、お前。